はい、こんばんは。新州読書会の宮沢です。えー、今日は、太宰治の佐渡という作品で、読書会をやっていきたいと思います。えー、ではですね、あらすじを紹介していきたいと思います。えー、ウィキペディアのあらすじですね。さっき席聞きました。ごめんなさい。もう、ちょっともう一回アップするんで、全部消しちゃったんで。消しちゃったっていうか、編集に失敗してね。あのー、 まあなん、も、ま、う、あ、そんなこと皆さんにどうでもいいんですけど、YouTube って今ね、カット、カットだけはできるんですよ。後からでも。アップした後でも。やったらね、まあちょっと使い方が非常によくわからなくて、いつもね、あの後からカットしようと思うとき、いつも間違えるんですけども、え、咳の部分だけ残して他のをカットしちゃいまして。びっくりしました、自分で。えー、もっと使いやすいのにすらいでっても、まあ。 というわけでした。まあ、他のコンテンツを咳込んでね、その時はメモして後でカットしようと思うんですけど、うっかり忘れてそのままアップしてる時あって、まあ、そういうことあったらね、なんかそっと教えてくれると嬉しいなと思います。私も自分のコンテンツを聞き直してない場合が多いんで、喋 <laughs> ったままアップしてるだけだってことが多いんで、えー、お知らせいただけるとありがたいです。<laughs> かなり咳込んでましたね。 <laughs> ひどかったですね。あのー、何ですか朝、えずく人みたいな。<laughs> えずいてる。朝、えずいてる人みたいになっちゃいましたね。朝、歯磨きながらえずく人じゃないですか。えずく人ってか、歳とると、朝、歯磨きながらえずくじゃないですかお。おじいさんとか。もう、あれと同じなんだわ。 もう、こう、ああいうとこにもう自分が年取ったっていうのをね、もう感じますね。あ、ナナンダさん多い、元気クさん、リルさん、パンダさん、犬ゴゴーリーさん、サビスケさん、トトさん、こんばんは、トトさん、コインバックありがとうございます。えー、大丈夫か心配になりましたし、失礼いたしました。あんまり体調の良くない時、体調の良くない時に朗読するんですよ。他のコンテンツ作れない時朗読だけはできるんで、えー、比較的してしまうと。 ちょっと待ってください、今ちょっと喉が来てるんで、ちょっと待ってください。はい、失礼いたしました。<laughs> えー、イヤホンで聞いてたので、責任驚きました。今度は、<laughs> すいません。ごめんなさい。本当にすいません。申し訳ない。いや、以前ね、やっぱりもう、咳込むのが嫌でもう、聞くのやめましたってね、メールもらったことあるんで。<laughs> あのね、耳がね、壊れるかと思ったってね、苦情のメール、コメントいただいたことあって、ちょっと注意してたんですけども。 いやまあなんかもう、やっぱね、体調の悪い時にコンテンツなんか作っちゃいけないですね。<laughs> 寝てれやかったんだ <laughs> 申し訳ない。<laughs> えー、でも直すやつね、またアップするんで。まあ、もう、<laughs> もういいかもしんないですけど。<laughs> アップしなくてもいいかもしれない。取 <laughs> り直せって話だ <laughs> えー、では。あらすじです。これ、ウィキィアのあらすじ、えー。何しに佐渡などに行くのだろう。自分にもわからなかった。16日の新潟。 16日に新潟の高等学校で下手な公演,演をした。そこの、その翌日船に乗った。佐渡は寂しいところだと聞いている。死ぬほど寂しいところだと聞いている。私は、には天国よりも地獄の方が気にかかる。今はまだ地獄の方角ばかりが気にかかる。けれども私の戦、私は戦室の隅に死んだふりをして寝転んでつくづく後悔していた。上陸して港の暗い広場をうろうろしていると、宿の客引きに声がかけられる。 バッドの持ってる提灯には、福田旅館と書かれてあった。そこへ泊まることにし、夕方、夕食後、旅館から外へ出た。義経という料理屋に入り、入り酒を飲むが、カニ、アワビ、カキが次々と料理が出てくる。夜半。夜半ってもんですかね、これ。<laughs> 夜半ってむのか。読み方わかんない。夜は夜、夜半。夜半、夜はどっちもいいのかな。<laughs> や半ふと目が目、目が覚め。私はドブンドブンという波の音を聞きながら死ぬほど寂しいところの国立な孤独感をやっと覚えた。自分の醜さを捨てずに育てていくよりほがないと思った。翌朝ご飯を食べながら私は女中さんに夕べをすねという料理屋に行ったらつまらなかった。大抵のものは起きが悪いところだねと言った。それからバスに乗り、えー、愛川の浜の屋という宿屋に通った。 これ、はウィキペディアのあらすじです。これ、ちょっとひどいあらすじですね。<laughs> その補足しなきゃいけない。えー、これ、ダザは、新潟高等学校、今は新潟大学ですね。で、こう公、演するために、1940年11月15日、上野駅を出発。えー、16日に同校で公演。17日午後、佐渡島に渡り、両津町の本間旅館に死宿。<laughs> で、18日、愛川町の高田旅館に一泊して帰ったと。 で、この時の公園の、での生徒の交流はミミズグ通信に掲載されていて、この、新潟に行った思い出はミ,ミズグ通信と、えー、佐渡という短編になっているということです。<laughs> まあ、佐渡ヶ島にまあ無理して行ったんですけど、何予想通り何もなかっ何もなくて帰ってきたという話ですね。ということです。じゃあ、えー、感想文を早速紹介していきたいと思います。 えー、ちょっと待ってくださいね。えー、今日もたくさん、たくさんの感想文ありがとうございました。えー、じゃあトップバッターは、メルマガード読者主題さんです。あ、サグラさんも声ありがとうございます。メルマガード読者主題さん。サド、読書感想文。引用はじめ。けれども、見て、来て見ないうちには気がかりなのだ。見物の真理とはそんなものではなかろうか。引用あり本書で、打宰は終始、サドヶ島をつまらないところ。 寂しいところと語る。それは行く前から分かっていたことではある。しかし、せっかく新潟まで来たのだから、一度ぐらい行っておかなければ、その衝動にかられずつまらないことをわざわざ確認してい、に、確認しに行ったのである。引用はじめ。けれども、来て見ないうちは気がかりなのだ。見物の真理とはそんなものではなかろうか。大げさに飛躍すれば、この人生でさえもそんなものだと言えるかもしれない。引用わり。 解釈次第ではあるが、太宰の言う通り、人生とは無駄や意味のないことに出会う時間の方が多い。しかし過ぎ去ってみなければその経験に意味があったかどうかわからない、どうかなどわからないのだ。い <laughs> わばあれは無駄だったねと答え合わせをしながら生きているようなものである。しかし SNS が普及した昨今、そんな人生の醍醐味である無駄との関わり方が大きく変わってきている。タイムパフォーマンスという言葉が使われるように、 言われるようになって久しいが、スマホ一台あれば誰かが作ったまとめサイトやファスト〇ルという動画を通じて面白いかどうかわからない本、映画などをわざわざ見る必要もなくなったのだ。すなわち、無駄な時間必要のないものに出会う機会が極端に減った現代を生きるのが私たちなのである。無駄がなくなった世界には何があるのだろう それはコスパを重視するあまり確一化されてしまった人間ではないかと思う。引用はじめ。いわば死ぬほど寂しいところの国烈な孤独感をやっと捉えた。美味しいものではなかった。やりきれないものであった。けれども、これが欲しくて佐渡までやってきたのではないか。引用あり。そんな現代の迷える私たちに太宰は答えをくれる。そう。 現代において個性を求めるならば、佐渡へ行けば良いのだ。終わり。ありがとうございました。えー、今、タイ、タイパってことはですね、タイムパフォーマンスのどタイパって言うんですよね。今ね、あの、日経新聞に、まあ、なんて言うんだろう。本当かどうか知らないですけども、最近の、あの、 若者の音楽ってね、曲にすぐ入るんですよ。前奏がみどんどん短くなってんじゃねえのかっていう仮説が紹介されてました。実際調べてみると別にそうじゃないらしいんですけども、前奏すぐ歌に入らない、歌物だとすぐ,すぐ歌に入らないと、なかなか40秒も前奏がかかってると、えー、再生回数が減るっていうか、まあ視聴時間があるわけですよ。<laughs> もう乗っけからね、ガツンと、冒頭、ネタを入れてこないとね、あの、延々、なんか、1分ぐらい、女、女装をやってるとね、まあ、離脱されちゃうんですよ。まあ、これ、YouTube もそうなんですけどね、<laughs> 冒頭、つかみですよ。ダチョウグラブのつかみは OK って言葉ありますけど、最初もう、1、5秒以内につかまないと、みんなね、離脱してっちゃう。 というデータからもういきなり歌に入るっていうかね、前奏なしって言われてる、言われてましたけど、でも嘘じゃねえのかっていう反論も出てました。まあでもまとめサイトとかファスト映画とかね、え、あればっか見てる人が若者に多い、若者に特に多い、まあ中年、年配の人もそうかもしれないですけども、 えと、ー、りわけ若者がファスト何かが多いっていうことを言ってましたね。これ、だからまあ確かにそうなんですよ。無駄が、無駄に耐えられないっていうか。えー、ということです。で、取材さんが書いていただいたね。えー、しかし過ぎ去ってみなければその経験に意味があったかどうかわからないんだ。いわばあれは無駄だったねとか、答え合わせしながら生きてるようなものであるっていう、確かにそうなんですよね。 えー、これ無駄だった、無駄なことが、でも、後で役に立つってこともあるし、全く役に立たないご人生の回り道だった場合もあるかもしれないですけども。あ、そういうことが、わりかし書かれてる。わかり、わりかし書かれてるっていうか、さあとはつまらないところだって分かってても言ったんですよね。えー、ということは書いてあります。 えー、だけど、ま、あ見ないうちに、確認しないうちにつまんないと決めつけるのもいかがなもんかと思って言ったってことなんですけど、やっぱりつまんなかったってことは書いてありますね。ま、あ衝動的に言ったんでしょうけど。で、コスパ、タイパを重視するあまり人間が確実化されちゃうんじゃないかってことを書いていただきました。えー、で、結局寂しさですね。死ぬほど寂しいっていうのを味わうために言ったってことが書いてあるんですけども。 えー、まあ、今ね、わざわざ寂しさを求めに、旅に行くかっていう問題がありますけども、まあ、なかなかね、旅、私もね、ちょっと余裕ができてから、取材旅行と称して、まあ、去年ぐらいから、まあ、今まで日帰りで、新州のどっかを出かけてたんですけども、県外に一泊して出かけるようになったんですね。 でね、なかなか旅な、旅慣れてこないとね、一発でこう行きたいところにたどり着かなかったり、あの、あと予定ですよね。一日目に詰め込みすぎて二日目動けなくなるとか、体調を崩したりね。あの、なんか一応ね、なんかこう、旅の組み立て、2泊3日なら2泊3日どう動くかっていうのね、俺はやっぱ経験してないとなかなかうまく回れないっていうか、 あと、下調べをするからいいのかって問題もあるし、結構複雑な問題だと思いますね。あの、ルルブとかね、そのネットのこのおすすめ観光スポット、地元の観光業界を作ってるやつがありますけども、あんなもん見たってね、全然わかんないわけですよ、事前に調べたって。行ってみて初めてわかることだらけので、事前に調べることにどれほどの意味があるのだろうかって私、まあ結構思うんですね、行ってみてからね。 まあ。あの、だから、結局、出たとこ勝負ず、行ってみないと分かんないと。ダザイの場合も、佐藤は別になんか見るもんなんかないって分かってても、わざわざ答え合わせに行ったんですね。<laughs> で、確かに何もなかった。寂しさ。死ぬほどの寂しさしかなかった。えー、ということが書いてありました。<laughs> えー、で、現代において個性を求めるならば、佐藤に行けばいいんだ。ね私も一度、佐藤に行ったことは、 一度じゃない。二回行ったことあるんですけど、私ね。まあ、<laughs> 新潟 <laughs>。あのね、四州の海は、新潟の海ですから。上越と直越。で、直越から船が出てまして。あの、フェリーが出てんですよ。まあ、佐藤、あの、新潟からも出てんですけどねあの。それで佐渡に行く人が多いんで。私も小学生の頃と、10年前ぐらいかな、会社の人と行きました。<laughs> そんな話は後でしたいと思います。えー、じゃあ、主題さんありがとうございました。あ、ナナンダさんスーパーチャットありがとうございます。えー、ちょっと待ってくださいね。えー、っと。 はい。じゃあ、続きまして。あ、ライチログさん、こんばんは。お久しぶりです。旅行慣れてくるほど寂しいところに向かいがち。<laughs> ライチさん、いろいろ出かけておられますからね。仕事柄もそうなのかもしれないですけど。<laughs> 多分荷造りも上手くなるし、あのー、なんだ、まあ、た、楽しみ方はわかりますね。街の歩き方とかね。店の入り方とか。まあ、うまくなる。 でしょうね。<laughs> 旅情の味わい方が、これ何とも言えないんですけど、私もなんだ、ちょっと出かけるようになってからね、気づくことがありました。まあ、組み立てですよね。回る組み立てとかね。あの、考えるようになりましたね。えー、では続きまして、メルマガ読者、サビスケさん。ダ宰治オ佐藤を読む。村々は、そ知らぬふりしてちゃっかり生活を営んでいる。 旅行者など点で目殺している。佐渡は生活しています。一言にして語ればそれだ。何の日もない。2時間近くバスに寄られてアイカーに着いた。ここもやはり防州めいた、防州あたりの漁村の感じである。道が白っぽく乾いている。そうしてそしらぬふりして生活を営んでいる。少しも旅行者を迎えてくれない。182ページ、183ページ。 第二次大戦頃の日本において、今ほど観光地下の住んでいない田舎の土地など、どこへ行こうと正直このような雰囲気だったのではないかと思います。田舎という土地柄に、見事に、田舎という土地柄を見事に見抜いているのではないでしょうか。この排他的で閉鎖的な空気は、人見知りで内政的なダサい,しダサい自身の身の振り方も相まって、完璧に描,描き出されていると思います。 しかしそれはあくまでその土地に、の中に入る、立ち入る、立ち入ろうとせず、外部の人間としてその地を訪れ過ごした旅行者ダザイの感じ、描いた風景であったのだと思います。ちょうど最近私は民族学者の宮本恒一の本を読んだんですが、この宮本恒一はダザイの一歳年上で、彼が取材し描き出している土地や人々は、ダザイの描いている時代と完全に同時代です。 宮本は民族学者ですから、果敢にその土地のコミュニティに立ち入って接触し、その土地をフィールドワークしていきます。では、その宮本の描く田舎の人々の様子はどんなものでしょうか。村の娘たちが歌舞伎踊りというのを見せてくれた、中略。それで歌を歌っていた老女と親しくなって、ここには随分歌がたくさんあるはずだが聞かせてくれまいか、と頼むと心よく引き受けて、今夜来なさいという。 宿で夕飯を済まして、待っていると遅くなって呼びに来てくれた。酒の一生分を下げて行ってみると、六十過ぎのおばあさんが四人ほど集まっており、他に若い者もいた。ばあさんたちに、あんたが口切りにまずは歌うにゃと言われるものだから私は郷里の盆踊りの、えー、口ぜ口くっていうもんな、これ。ちょっと待ってくださいね。口ぜ 不絶ですね。不絶っていうのは、山和言葉の仕事が基本で、同一のメドリを、メロディを繰り返しながら、道行きの景色を語る物語する内容だそうです。えー、<laughs> 私は郷里の盆踊りの苦絶の一節を歌うと、よう似てると、ばあさんたちは喜んで歌い始める。歌い始めた。中略、相手が歌うとこちらにも歌を要求する。中略、歌合戦というものは、こうして起こるものだと思った。とにかく、だんだん興奮してくると、次第にセックス関係の歌詞が多くなる。 若い連中はキャーキャ言って喜ぶが、おじいさん、おばあさんたちは、それほど乱れない。夜が更けて、大きい声で歌うものだから、近所の人も家の前に群がってきた、中略。無論、その間には話も弾んだのであるが、それで初めてこの土地の歌合戦というものが、どのようなものであったか、おぼろげながら分かった気がした。<laughs> 33ページだから35ページ、えー。岩波文庫、宮本常一、忘れられた日本人ですね。 これは佐渡での風景ではなく長崎県の津島という島での話ですがタイミングよく奈済 <coughs> の気候文と合わせて読めたことで当時の島の風景や空気感を内側からそっと外側からの両方の視点で読み取ることができより解像度高く <coughs> 佐渡の佐渡や津島を感じることができました。終わり。ということでした。ありがとうございました。 えー、宮、<laughs> 宮本恒一っていう人がいるんです民族学者のね。まあ、民族学者,、ねまあ、族学者だと、柳田国男通り口しのぶが有名ですけども、えー、忘れられた日本人っていう岩波文庫の本がありました私もパラパラ読みました。全部読んでないんですけども、いい、いい本ですよ。あの、まあ、言って村の頃に、頃っていうかね、一番、まあ、年長者の に話をじっくり聞いて、まあ、村のしきたりとかね、村の文化について <laughs>、あの、まとめて書いてあるやつですね。えー、そういう本です。まあ、これは、歌合戦のことが書いたんですね。私なんだっけなんとか源氏 <laughs> 源氏物語みたいな。元プレイボーイのおじいさんが、どんな、生体験をせぎららに喋るみたいな。<laughs> なんとか源ンジ、トサゲだっけって <laughs> いうの読みましたね。<laughs> ろ六、七編あるんでしたっけ話がね。<laughs> あの、で、なってますね。これは歌合戦。まあ、歌書きっていうのはあるんです歌書きって、まあ、なんで言うんですか。<laughs> ポリネシアっていうか <laughs>、太平洋側によくあるらしいんですけど。<laughs> 宮中、疑い、疑い始めってありますよね。あの、皇室でも疑、疑い始めってなんか、年の初めにやるじゃないですか。 まあ歌合わせってあるわけですよ。歌合戦。まあ昔の平安貴族もたくさん歌合戦やって100人一首とかに残ってるやつですね。総本歌を残すみたいな。まあ今ではカラオケなんでしょう。<laughs> カラオケでなんかちょっと最初はアップテンポな曲歌ってたけど後半バラード歌やってなんかいい感じになってね、二人でいなくなるみたいなね。まあそういう歌合戦。歌書きっていうのが、あの、 その地方地方であるわけですよねで。このおばあさんたちが、まあ、歌合戦を見せてくれたんですね。だんだん曲目がバラード、バラセキラ赤裸々な下ネタが入る歌になってきて、そういう雰囲気、若者たちがそれで盛り上がるっていうのをこれ調べたんでしょうね。で、こういうのはほら、学者がいきなり行ってもね、そんなもん歌ってくれるわけじゃないから、 あ、土佐源氏ですね。あ、土佐源氏、土佐源氏って面白かった。まあ、あの、興味ある方は読んでみてください。あの、まあ、コミュニティに入って仲良くならないと、まあ、そんな、いきなりね、そんな歌歌ってくれないですから。えー、だから、まあ、こうやって仲良くなるようにね、まあ、宮本恒一もそう、なんていうんですか。まあ、なんか、結構、エキセントリックの格好して歩いてたんですよ、これね。この人ね。 私も詳しく知らないんですけども。あのね、私この前沼津に行ってきたんですよ。で、沼津のね、御用邸の中に沼津のね、博物館があったんですよ。ただで入れるんですけどね。<laughs> 行ったらね、渋沢慶蔵っていう、この宮本恒一のパ,パトロンだった人がいるんですよ。渋沢栄一の孫なんですけども。渋沢栄一ってほら、あの、青天をつけの大河ドラマの主人公で、まあ、今度一枚ずつと渋沢栄一なんですよね。 えー、日本のその、企業家ですよね。産業近代、日本の、なんか、まあ、銀行とか、なんか、100社ぐらい、会社作った人ですね。今に残る企業ね。そ,その、孫なんですよ。家督をいきなり孫に継いだんですよ。あの、息子はもうドラ息子でね、感動されちゃったんですね。もうあそ遊び人で。全く、何も働かない人で。で、その息子だった宮本啓、渋沢啓三はね、まあ、祖父に、 まあ,あの、直接孫に家督を譲るって話になって、ええー、で、家督を継いで、まあ、この人何やったかっていうと、農地改革とかやったんで、財閥解体と農地、財閥解体やったのが、あの、敗戦後ね、日銀の総裁がなんがやってたんですよ、確かね。で、その後、財閥解体を自ら、まあ、渋沢家の、渋沢財閥ですからね、自分の <laughs> 家の財閥解体して、率先して、で、みんなに解体しろって、GHQ の指導のもと行って、なおかつね、 ずっと民族学に興味があって、そこら中民族学者として調べてて、とりわけ駿河湾にね、あの、その、駿河湾のなんだ、マグロ漁。マグロが入ってくんですよ、あれ。沼津の辺にね。えー、で、みんな捕まえてった絵。で、漁村にね、たくさんそのマ,マグロ漁のね、資料がね、その地元の農村のおじいさんおばあさんが一生懸命書いたね、資料を見つけたんですよ。で、ここは失われちゃもったいないって言って、 保存したんですね。まとめたんで、編纂してね。で、それが、あの、置いてあったんですよ。<laughs> あの、編さしたやつ。ほんなあんな、すっごい喋れたね。沼津ご予定の端っこの博物館ですけども。いや、私はそれを見なければ、そんな活動してた。まあ、宮本、なんだ、渋沢慶三のことはちょっと知ってましたけども。あ、こんなことやってたんだって知らなかったんで。割り貸し感動しながら、もう誰もいないですよ、人なんかね。平日行ったんで。 ああ、なるほど。こんな活動してたんだ、と思って。で、まあ、そうしたら宮本恒一とパトロンだった。と。で、なんか、佐野新一ってね、東電 OL 事件の書いた、まあ、この前もお亡くなりになったドキュメンタリー作家の人が、旅する魚人ってね、宮本恒一と渋沢慶三の本書いてですね、私読んでないんですけども <laughs>、まあ、それもまあ、読んでみようと思いましたけども、えー、そこに詳しく宮本恒一のこと書いてあるはずですね。えー、まあ、 思い出したんで、参考までにお話しました。で、民族学ってこの、まあ、地元の人にまずね、こう、仲良くなるのが大変じゃないですか。えー、まあ、日本の中だったらまだ日本の中でなんか同じ民族だから仲良くなりますけどね、フランスの <laughs> 文化人類学者とかってね、もうなんかパパニューギアの現地で一緒に交わってね、フィールドワーク、 3年とか5年とかやってんですよね。えー、それは大変なことだなと思いますね。すごいと思いますよ。民族学者なんでまあせいぜい自分たち同じ文化圏の人取材してるから <laughs>、まあ <laughs>、すぐ話は聞きづらいですよね。よそ者に全くの外国人が入ってきたったらちょっと教え、話す、心開かないじゃないですか、多分ね。えー、だからフランス人の文化、ま、ね、レヴィストロスとか大変、すげえ人だなと思いますけどね。<laughs> だって病院とかね、ないような村に住んだりするんですからね。現地の食事にもなれるかどうかわかんないの一緒に暮らしたりして、すごい大変ですよね、ね。まあそんなこと思いましたけども。えー、で、ダザイは、まあその土地に馴染んでないと、一泊したぐらいで、なんか何もねえなって言って帰ってって、これいかがなもんかって。<laughs> 生活してるだけだなって。 観光客を向かわる気がないって、まあ、かなり傲慢な感じで素通りして、えー、<laughs> 排他的で閉鎖的な空気は人見知れで内省的な太宰自身の身の振り方もあって、完璧に描き出されてると、えー、書かれてますけども、<laughs> まあ、何も別に交わりもせず分かった気になって帰ってるって言ってんでは、 まあどう、この作品、いかがなもんかってことですよね。外部の人間、徹底して外部の人間としてね、どうなんだと、いうことを、まあ、定期してくれたっていうか、内側から書いてないなって話ですよね。 ということでした。ありがとうございました。まあ、でもなんでこれを書いたか、ネタがに詰まって <laughs> 言って書いたんでしょうね。おそらく毎月毎月、この頃のダザイって毎月2、3編なんか書いてんで、ネタがないから一生懸命わざわざ当電までして書いたんでしょうね、おそらくね。そんな気はしましたけど。えー。じゃあ、ありがとうございました、サービスケさん。えー では、続きまして、メルマガ読者、八王子、ヒエダルマさん。悪い友達の文学。太宰治の小説は悪い友達の文学である。悪い友達とは友達の才能をが伸びることは喜べるが、友達の人格が向上していくことは許せない状態のことである。友達の才能が伸びることは喜べるとは、わかりやすくなれば芸能人と友達になりたい心である。芸能人イコール才能のある人とした場合、 才能のある人と友達になることができたならば、才能のある人に認められ必要とされ、自分までもが何が偉い人間になったように錯覚することができる。才能のある人の才能が伸びていくことで、これらの共栄心も増大していく。むしろ自分が友達になってあげたからこの人の才能が伸長してるのだとさえ思う。これに対して、 これに対し友達の人格が向上していくことは許せないというのは、まず人格の向上というのは、この世において最も困難な異様であり。それから比べれば才能だというものは隠し芸の一つのようなもの,でみたいなものであり、人間の能力が均等でないことから来る逆説的な差別のようなものでしかない。その困難な異様を達成していく友達を悪い友達は認めることができない。許せない。認めてしまうと自分が今も、 これまでも、これから先も何の努力もせずに生きていこうという計画が破綻してしまう。友達と一緒に堕落し、協楽し、なおかつ、俺はこいつよりだいぶましだと、己を偽り、己を偽りの救済に安楽させるために、友達が人格的に堕落していくように誘導したり、策略を巡らし、最終的には一緒に死んでくれたりして、最悪、堕落破滅に導く。 多彩文学における悪い友達の代表的人物は人間失格の堀木である。佐渡は旅先の話なんで悪い友達は出てこないが、高等学校生徒から笑われ、サービス業の人々は人間、や主人公の要求に全く応えてくれないと主人公が主観的に感じる。この世の誰も自分を理解してくれない。友達ができたとしてもそれは全て悪い友達である。他人の善意も自分自身の未来も全く信じることはできなくなった状態が、 人間失格である。太宰治本人は才能が、は急速に伸びていくのに人格が加速度的に堕落し、崩壊していく。悪い友達最大のヒーローであり、また太宰本人も悪い友達的要素を多分に持った人間だった。悪い友達的要素は、どんな人の心にも必ずあるもので、良い友達の心の中にもある。 滋賀先生がダザイの死を受けて書いたダザイ治の死、1948年を読むと、滋賀先生はダザイ治本人を嫌をしていたのではなく、ダザイの周辺にはびこる悪い友達的状況を増していったことがわかる。滋賀文学は対等の文学と本当の心で悪い友達的要素を包囲、選別する不沈空母である。この動きは遥か過去からある世界的なもので、実はトルストイもやロジンも人間性の回復を目指す滋賀先生の同盟軍であった。 ダザイの文化がダザイの悪心から出たのかもしれないが、人類最大の敵である悪い友達の生態を克明に暴き出す最高の教材となり、その研究から悪い友達を撃滅せんとするシガ軍団が <laughs> 組織された。絶望的なダザイの悪心と人類の希望であるシガ先生の本当の心。絶望と希望は互いに、常に互いによって必要とされ成立する。<laughs> 人間は希望と、絶望と希望が溶け合った混迷の中にいて、 実はその混沌と矛盾こそが人類を照らす光明の正体なのだ。終わり。ありがとうございました。もうちょっと最後は読んでて笑っちゃいましたけどすいません。失礼いたしました。ダザイ軍団と滋賀軍団しか分断にいなかったのかどうかわかんないけど。<laughs> なんかもう、八王子ヒエレダルマさんの中でも滋賀軍団と悪の組織ダザイ軍団が戦ってんですね。 <laughs> そうなんだと思って、ちょっとびっくりしました。ありがとうございました。<laughs> 私読みながらガーシーさんのことを思い出しましたね。芸能人にぶらがって才能はないんですよ。なんか、女性とか男性をアテンドするね。あの、才能はあるんでしょうけども。だから才能のある人の周りにいてね。なんか、 魅力的なモデルの卵的な人をあてがうみたいなことをなりわいにしてて <laughs>。で、なんかまあ自分が金に詰まって、なんか詐欺的な行為を働いたって言って、業界干されたら、みんなのことをバラし始めたと。<laughs> で、国会議員にまでなったっていうね。えー、ガーシーさんって人いいんじゃないですか。で、えー、悪い友達ですね、あの人ね。 悪い友達の代表が芸能人と友達になりたい人ですよね。芸能人と <laughs> 人脈を築くために、芸能人に近づきたいやつを使って、近づいてくるっていうね。<laughs> えー、そういう人。まあ、ああいう人は志賀先生嫌いでしょうね。えー、友達の才能が伸びることは喜ぶが、友達の人格を向上していくことは許せないです、ね。友達がね、綾野剛さんがね、 たくさんの映画に出ることは喜ぶんですけども、あの坊さんの人格が向上してね、なんかそのアテンドしてくれなくても結構とか言われちゃうと、そういうことになると、あ、なんかもう、仕返しするみたいな逆上して、俺との縁を切ったって言ってね、怒るみたいな、ええー、ことなんですかね。<laughs> じゃ違う、話は違うのかな。 えーということで、ダザイは取り巻きがいたんでしょうね。どまあ、具体的にどういう取り巻きがいたのかちょっとわかんないんですけども。えー、まあ、あの、人間資格の堀木みたいなやつ。<laughs> まあ、ダザイはすごい坊ちゃんなんでね、お金をなんか工面してくんですよね、実家からあ。あの、実家に縁切られてんですけども、心配かけて金せびって、で、結局その悪い友達たちと一緒にの飲み明かして遊んで、 使っちゃうんでしょうね。まあ、それはあの、あと薬代か。薬代ですよね。なんか、麻薬みたいな、麻薬っていうか <laughs>、ヒロポンみたいな、覚醒剤みたいな、中毒になっちゃってますけども。<laughs> えー、で、その、生活の身辺になんか黒い影があるっていうか、なんかあんまり雰囲気が良くないのは、これ、川端康成もそれ良くないって言ったりね、志賀直哉も良くないって言って、 みんなして、芥川賞の候補作になったように落としたら、ダザイがね、刺すとか手紙、川端屋さんに送っちゃったみたいな。ダザイが亡くなる前の女性ガモンっていうのはあれか、あの、人に寿司をおごったことがあるのかと、小僧の神様なんて書きやがってって言ってね、滋賀直やの悪口ばっかりでありますけどね。えー、ということになってますけども。まあ、その、 悪い友達と一緒になって、まあ、それに引きずられて自分も堕落してっちゃった。えー、本人は才能はあったけども、人格的には向上しないまま終わっちゃったってことですね、えー。で、悪い友達要素はどんな人の心にもあると。あ、そういうことを書いていただきました。えー まあこれね、公演に出かけたんですよね。走路、あのね、耳ミミズく通信っていう短編があるんですよ。すぐ読めるんでね、今読んでください。あのー、多分、10ページぐらいの短編で。なんで、まあ、ダザイが、その、新潟高校の生徒に呼ばれてね、まあ、公演なんかほとんどしたことないんですけど、友情とは何かについてなんか、自分の自作の走路を見下ろす。自分の作品を朗読してからね、なんか公演したらしいんですよ。まあ、で、やっぱ自分でやってた恥ずかしかったらしいんですけども、 でも、まあ、で、アクタ之介も来たことありますよって言われて、ほら、ダザイってアクタ大好きですから。ほんで、なんかほら、やっぱ、高校生がね、ファンがいるわけですよ。ダザイのファンが。な、高校生ってシガナのファンだって人もいるでしょうけども。えー、で、各、全国各地にファンがいて、まあ、手が。<laughs> 全国各地にファンがいて私の日記帳を読んでくださいって言って女子学生が送ってくるぐらいですからね。それでほら、女性徒っていう作品書いてますよね。そのぐらいですよ。で、で公演に呼ばれて、だから取り巻きですよ。純取り巻き予備軍みたいな高校生が全国にいるってことですよ。で、その前で公演して一緒に有飯食ったけども、なんか居心地が悪かったんですよ。 でこの居心地が悪かった、なんかその、口直しにわざわざ佐渡まで行ったっぽいことが、ミミズク通信に書いてありますよ。ミ,ミズク通信って友達に宛てた手紙なんですよ、確か。なんか、あの、取り巻きに囲まれてちょっと、天狗になってる自分というか、高校生にね、のファンに接触して <laughs>、でも彼らが自分のことを理解してくれてるから別として、まあ、悪い友達をびるんですよ。<laughs> チェアホヤする、なんか、 グルーピーみたいなのがあって、ちょっと居心地悪いな的なことが書いたんですよ。で、その反動としてね、あの、旅の地理を払うつもりで佐渡まで、誰は自分のことなんか知らない佐渡まで行ったと考えると、精神衛生上行ったのではないかってことがちょっと続きで読むと、わかるんですけども、<laughs> これだけ読むと佐渡の人失礼だってね、感じはしますね。 だこの悪い友達的要素ってのはね、その、自分を公演に呼んだね、高校生にも気してんですよ、やっぱね。それはありますね。志賀先生方にはやってチヤホヤされるの嫌いだったし、調子に乗ってる阿川博之とかね、すげえなんか、怒ったんですよね。阿川博之の,のエッセイにね、志賀直江に怒られとったって、自分の書いたものはね、認められて喜んで報告したら、 あ君、ついてるときは黙ってるべきだよってね、志賀先生のお宅で釘を刺されたって。でも晩年になってった志賀先生やったからそこで終わったけど、多分もう、なんで油の乗り切った頃の志賀先生やったらそのまま絶好されてたと思うって書いてました。<laughs> えー、ということでしたね。えー、 だから、シガ先生はそういうね、取り巻きにチヤホヤされたり、取り巻きが調子に乗ってね、なんか作品書いたって言って、文芸雑誌とか持ってくると、まあ、鉄拳制裁ですよね。もう即絶好。<laughs> できん破門。波紋 <laughs> それ、シガ軍団 <laughs> まあ、トルストエモロジンもそうだったのかなわ <laughs> かんないけど。<laughs> それは自分たち本当の心、人間性の回復のためね、チャラチャラしないっていうね、 倫理的潔癖があったんでしょうね。えー、それに比べて太宰はだらしない。中途半端に高校生に持ち上げられて、なんかちょっと、その時はいい気持ちになったんですけど、ちょっと二日酔い気味になるっていうね。えー、これはまあ、だらしないんでしょうね。<laughs> まあ、そういうことを書いていただいたのかなと。思いました。<laughs> まあ、それは確かに <laughs>。書いていただいた通りだなと。えー 思いましたね。えー、じゃあ、八王子ヒゲダルマんありがとうございました。えー、ちょっとここで、休憩をいただきたいと思います。えー、10時55分ぐらいから再開したいと思います。えー、シガ先生は真面目。真面目、真面目っていうか、潔癖なんですよ、多分ね。 浮かれてる自分が許せないっていう人ですよね。あの、結構。えぇ、ー、ダザイは照れ笑いしながら、いや、そんなことないですよって言いながらね、後で吐き気がしてくる人なんでしょうけどね。まあ、似て、まあ、同じでしょう。まあ、自意識過剰だっていう部分は <laughs>、両方とも一緒でしょうけども、あの、自意識過剰、そのまま、筆に乗せるダザイとね、そういうものを削っていく志賀先生の書き方が違いますよね。 では、えー、続きまして、メルマガー読者桜さんです。佐渡、感想文、引用はじめ。けれども、戦室の隅に死んだふりをして、死んだふりして寝転んで、私がつくづく後悔していた。何しに佐渡へ行くのだろう。197ページ。引用あり本当に何を、何しに行ったのかすごく謎だけど、思いついたままに旅行に行けるのは、それはそれで幸せなことなのではと思いました。 私も色々行ってみたい場所はあるけれど、きっと死ぬまでにその半分も行くことができないような気がする。ただ行きたいなぁと思うのが好きなのかもしれなくて、実際お金と時間があったとしても絶対に行くとは言い切れないなと思いました。思いつきできた。この先生は <coughs>、この先生は旅をあんまり楽しめていないのが気の毒な感じもしたけれど、少し気難しいからそれも仕方ないのかなと思いました。 ただかわいそうだなと思うのはせっかく佐渡まで来たのに金山を見られなかったのは気の毒だと思いましたこの先佐渡へ旅行に行くことがないかもしれないけどでも私の唯一の友達が熱心に誘ってくれたら私も行こうかなという気持ちになると思うのでそうしたら金山後は少し怖いけどけ見学したいなと思うので小説の時代では見られないのは少しかわいそうだと思いました ネットを少し覗いてみたら、佐渡の観光やグルメ、春の佐渡,特な佐渡特集などが載っていて、すごく楽しめる場所なんだなと思いました。面白かったのは、やたらに土産物を買った216ページと書いてあって、想像したらすごく面白い光景だったろうなと思いました。女性は特に買い物が好きだから、どこに行ってもたくさん買う方も多いと思うし、 えー、もちろん私も欲しいものがあれば躊躇なくガゴに入れてしまうのですが、男性の先生がどんな感じでお土産を買ったのか想像するとすごく面白いなと思いました。終わり。ありがとうございました。佐渡に行くとオケサプネっていうのがあるんですよ。オケにね、女の人が、阿波踊りみたいな格好した女の人がね、オケ、オケをこいでんですよ。 <laughs> なんか私行った時見ましたね、それ。<laughs> オーケーを超えてて。あれ乗せてくれるんだっけ <laughs> もうれちゃったもん。本当にね、何がね、コンテンツを作ると思って行けばね、詳しく見るんですけども、漫然と旅行に行くとね、自分がオケサブデに乗ったのか、オケサブデに乗ってる女性を眺めただけなのか、全く覚えてない。あの、フェリーもどう,どういう構造だったかも全然覚えてないし。<laughs> えー、で、おけさ船が、行くとね、おけさ船が見られるんですよ。で、金山も行きましたね。金山はね、なんかその、囚人たちが働かされてる人形、リアルな人形、動くね、人形がね、なんかね、喋るんですよ。なんかちょっと、お化け屋敷みたいでしたね。あと今ね、トキ保護センターがあるんですよ、確か。トキを繁殖させてて、 トキがいっぱい見られますよ。だからトキ繁殖センターが今結構あれなんじゃないですかね。有名なんじゃないですかね。あ <laughs> かんねえけど、その、金山とあれぐらいしか。まあ、金山は私2回と子供の頃も行ったことあるんで、2回行ったことあって。なんか砂金を取れんですよ、確かね。あ、それで砂金取って帰ってきたわ、確か。そう、お土産に。 えそんなアトラクションがありますよ。でも、太宰の頃は、金座はまだ閉じてなかったから働いてたんですね。だから人がね。だから、見学できなかったって書いてありますね。えー、多分ね、何しに行ったかっていうと、小説のネタがなかったから行ったんだと思うんですよ、おそらく。<laughs> すごく謎だやないんですよ。<laughs> あのもう書くことがないんで、無理やり行って書いたっていう感じがすごいするんで。 ええー、まあ、創作の調子が悪かった頃に無理やり行ってなんかひねり出したって感じが、すごいするんですよね。<laughs> だから <laughs>、行かざるを得なかったんじゃないですかね。それは感じます。ただ、あの、ただ行きたいなと思って行ったわけじゃなくて、万全と食べに行くとのとね、なんかコンテンツを作るために行くのじゃね。でも、はっきり言って、仕事で行ってるって感じになるじゃないですか、多分。<laughs> 私のコンテンツを作るたびに、コンテンツを作ること抜きに、純粋に旅に出ようとは思わないし、行ったら行ったでもう何にも漫然と過ごすと思うんで、動画も撮らないし。だから全然違いますよね。えー、だから桜さ,さんもコンテンツを作ればいいんじゃないですかね。<laughs> だからそうやって予定を決めていけばもう、旅とは言えない。 非常に辛いものになると思いますけども、行くのがしんどくなるかもしれないですけどね。えー、だから楽しむために行ったわけではなかったんですよ、多分ね。友達と行ってこういうを温めるとかね、そういうために行ってんじゃないんですよ、多分ね。だけど、土産物はいっぱい買ったんですね、やたらにね。えー、お土産って文化は、私ね、これお土産って文化は、 職場とかでほら、お土産買ってくる人いるんじゃないですか、わざわざ。おまんじゅうとかね。えー、で、人に配るじゃないですか。まあ、なんでそ自分が行った旅情をお裾分けしてるんですかね。まあ、旅先でしか買えないものっていうのは確かにあるんで、もうわざわざ買ってきて、まあ、旅に行かなかった人のためにね、お土産を買って配るっていう文化が、 まあ、今はどうなんだろう今はね、もう若い人もお金ない。あのね、私、この前あれですよ。日本のセサブカルチャー世界史みたいな番組 BS やってて、70年代からなんですよ。日本人が旅するようになったの。ディスカバリージャパンっていうなんか、国鉄がやったキャンペーンがあって、若者がね、なんか電車で、壁地に食べに行くみたいな。 例えば、北海道に幸福っていう駅があってね、なんか紹介されたんですよ、テレビに。そしたらみんなね、わさわさ全国からその幸福駅っていうとこに、名前だけ珍しいんでやってきたっていうは有名な逸話があるんですけども、なんか新日本紀行とかで何回も見ましたけど、それ。で、皆さんね、トラさんをね、前作、トラさんは私、サラダ記念日まで見ても、あと見る必要なしと思っても、85年ぐらいで私のトラさんは終わってるんですけども、 トラさんの初期の頃にね、ディスカバリージャパンのタイアップと思わしい回があって、多分吉永さよりが出てんだと思うんですけども、吉永さよりが、なんか学校、女学校、<laughs> 女学校っていう女子大かなんか卒業して、まあ就職する前に、友達3人とね、まあディスカバリージャパンです。食べに行くんですよ。なんかひなびた温泉に。ひなびた温泉ってことないか。まあ旅行に行ったら、 ま、そこでトラさんと出会って、島畑に来いって言われて、遊びに行くって話があるんですよ。で、あれもね、やっぱその、大学生がたくさん出て、全教徒世代って一番大学生が急に多くなった。進学率が良くなって、で、その大学生がね、電車に乗って食べに行くっていう、その旅行代理店の、と国鉄の企画で行くようになったのが、まあ、大体学生運動が沈静化してきてた頃に、 起こったらしいんですよ。<laughs> で、その旅行ブームですよ。全国津々浦々観光地化されるっていうか、まあ高度経済成長である程度豊かになったわけですね。60年代な、まあ高度経済成長って74年ぐらい、74、年に終わってますから、1900で。その間にね、急に旅行に行くようになったんですよ、これ。ってやってました。まああのね、 ちょっと余談なんですけど、まあ、それでサブカルチャーが流行るって、あの、ね、旅行の中にサブカルチャーが入ってくるっていうか、サブカルチャー、さ旅物っていうか、旅行に行ったコンテンツみたいなのさ、まあ、B 級グルメ的なもんですよ。その土地でしか食わねえ B 級グルメみたいな特集するとかね。あのサブカルチャーじゃないですか。あの、共産主義がまだあった、冷戦の時ってね、自由に旅行できなかったんですよ。東側の、東ヨーロッパの人たちって。 90年代ぐらいになって初めてね、パスポートとかビザ、ビザが降りてパスポートもらえるのって、冷戦がなくなってから、東欧にまず行けるようになったし、東欧の人たちも西が自由主義諸国に行けるようになったんですよ。だけど日本の場合はね、もっと早かった。あの、国内旅行は70年ぐらいに開発されて、そこからサブカルチャーが出たと。冷戦が終わってから、 東ヨーロッパにもサブカルチャーが芽生えた。西側のサブカルチャーどんどん入って、ロックとかパンクとかね。ということなんですよ。世界史的な。若者がそういうレジャーを楽しむようになる。それだけ余裕ができたっていうね。でも、確かさ、ここ50年ぐらいの話なんですよ。だから。なんか昔から旅行に行ってね、旅先にお土産がいっぱいあって観光地化してるっていう印象があるんですけども、実はそうだったのはせいぜい50年ぐらい、ここ50年ぐらいで、 まあ昔の旅行ってほら、川端康成とか、梶本次郎が伊豆に、杜氏場ですよね。結核患者が杜氏場に行って、療養するみたいな。どっちかというとそういうのがメインだったんじゃないですかね。友達と連れ立って、あの、旅行に行って <laughs>、トラさんに出会うみたいなのは、実は50年前ぐらい、1970年ぐらいからできたんですよ。ということらしいですよ。<laughs> ね。 ええー。まあ、そういうことでしたね。70年代は登山とか旅行が流行っても、そうそうなんですよ。若者が急に、まあ、余裕ができたんでしょう。ええー。ということです。だからその頃です。だからお土産戻っても、ここ50年ぐらいでね、なんか名産品をひねり出して、まあ、売るようになったんじゃないですか。まあ、もともとのお土産も観光地もあるでしょうけども、 まあ、平地の土産物なんてやっぱ、ここ50年ぐらいで開発されたんじゃないですかね。まあ、佐渡の土産物は何だか私はわかんないですけども。<laughs> えーね、で、お土産いっぱい買って配ると。ね。うそういうのはまあ、コロナの時ね、信州もほら、お土産物、コロナで人来なくなっちゃうから、もう叩き売りですよ。 8割引きぐらいでなんかもう、そのまま捨てるのも忍びないからって、どっかの倉庫に集めて売ってましたよ。大変ですよね、あのね。普段だったらこれ何のために買うんだろうっていう、よくわかんねえ、ご当地のまんじゅうとかクッキーとかあるじゃないですか。あの、配る用にある、何のあれも、あれ、まあ、嫌げ物っていうかもらってもあんまり嬉しくないクッキーとか <laughs>、ありますよね。 まあどうでもいいんです。ああいうの、だから、無理やり作ってんですよね。えー、で、配ることで旅、旅情を素分けするっていう文化が、まあ、これ、でも、ダザイは早いですよね。いっぱい買ったんですね。えー、ということでした。じゃあ、ありがとうございました。桜さん。えー、では続きまして。メルマガ読者、多い元気ボックスさん。ダザイの怒りの作品か 新潟生まれ、新潟育ちの自分としては複雑な思いで読んだ。そもそも太宰の作品は私小説的であり、自分の経験をかなりオーバーラップさせているものが多い。そう考えると、やはり何しに佐渡などに行くのだろうというつぶやきは心のままか。ちなみにこの言葉は似たような表現を含めて作中5回出てきた。〇〇の悪口は言うまいが2回ほど。それ以外にもネガティブな表現は次から次へと。 実際にこのような内容であったから、佐渡の中でもこの作品はあまり話題にならなかったようだ。佐渡が書集されているキリギリスの解説には以下の通り書かれていた。引用はじめ、私小説的、随筆的、気候文的な形をとった作品系列は、当時の太宰治の心境がのびのびと素直に、しかも適度に抑制された形で描かれている。肩肘を張っていない楽な発想の中に語りかけるような話術が、 に来ている。360ページ。引用オ確かに文学作品としては優れているとは思う。ただ、適度に抑制された形で描かれているとあったが、実際には作品の記載以上にひどかったのかもしれない。佐渡への旅は、太宰にとって差して期待もしていなかったとしても、それをさらに大きく下回ったとも考えられる。もっとも11月ぐらいの佐渡に、佐渡はあまり見どころがないかもしれない。見どころはないかもしれない。 佐渡の人は人情味があるはずと思っていたが、炭酸技でしかも有名な太宰をサムと理解していなかったのか、対応もそっけなかったようだ。太宰自身も自分の名声からしてもっと歓迎されてもいいのではという思いがあったのだろうか。そもそも旅の始めからおかしなムード、引用始め。船も島も互いに知らぬ顔を知るのである。島は船を迎える景色がない。ただ黙って見送っている。 船もまた、その島に何の挨拶もしようとしない200ページ。引用終わり。結局、不安ができ中、不満たらたらの佐渡旅行となった。アンガーマネージメント的には怒りは、不安寂しさ、虚しさをはじめとしたマイナス感情を表したもの。そう考えると、佐渡は歓迎感のない一連の佐渡旅行に対する、多宰なりの怒りの作品が、作品としての価値は大きいと思うが、やはり複雑な気持ちだ。終わり。 ありがとうございます。おい、元気ボックスは、おこ、おこ、では、ございます。<laughs> 地元の方にとっては、太宰い、さす。太宰い、さすって感じでしょうね、これね。確かにね。えー、ありがとうございました。ええー、まあ、私は読んでみて思ったのは、さっき言った耳つく通信っていうのも一緒に読んでもらえればと思うんですけども、 あの最後にイタリア料理店に行くんですよ。なんかイタリア人の作ったね。で、生徒15人、15、6人と先生と一緒にご飯を食べてて、なんか生徒たちがだんだん慣れ慣れしい口を聞いてきてね、太宰さんはもっと変わった人かと思っています。案外常識人ですね。って言って、えー。生活は常識的にしようと心がけてんだ。青白い憂鬱なんてかいって通俗的なものだからね。 えー、自分一人作家面して生きていることは悪いことだと思いませんが、作家になりたくても我慢して他の仕事に埋もれていく人もあると思いますが、って言われて、こんなこと言うせえと言うんだ。それは逆だ。何をしたいもダメだったから作家になったとも言える。じゃあ僕なんか有望なわけです。何をしてもダメです。君は今まで何も失敗して、し,してはいないじゃないか。ダメかどうか実際、自分で実際やってみて、転倒して気づいて、傷ついて、それからでなければ言えない言葉だ。 何もしない先から僕はダメだと決めてしまうのは、それは怠惰だ。えー、こんなね、くだらない会話をしてね、ちょっと自己啓悪に陥ったんですよ。<laughs> 高校生と話してね、僕も作家になりたい、僕ダメ人間なんで作家になりたいですみたいな、暴ったれたこと言われてね、ちょっとまあ自己、自己啓悪自己啓衡ってかなんか、嫌になったんでしょ。嫌 <laughs> になったって、自分の読者と会って気分が悪くなるって最悪じゃないですか。 それで、その気持ちを振り払うために <laughs>、佐渡に行ったんじゃないかなって、これ、ミミズグ通信を見てね、思いました。なんでミミズグ通信という小説なのかというと、ミミズグの一人笑いや秋の暮れっていう企画、場所の弟子の句があるんです。ミミズグの一人笑いや秋の暮れ。ここから <laughs>、あの、ミミズグ通信。なんだっけ、あと海の底見てきたような小ガモかなっていうのも、 ありましたよねこのサードの中にねえー、なんか <laughs> たまにこういうあれですね「笑風の句」を差し挟みますよね太宰ってねえー、まあそれはどうでもいいんですけどまあそこから題名を取ってるってことですええー、ということです <laughs> で まあ、どうなんだろうな。まあ、そう私はそう取りましたけど、まあ別に佐道に当てつけてるわけじゃないっていうかね、あの、旅先に行った先での自分の複雑な心境をね、書いてんじゃないですかね。そんな気がしましたけども。でも確かに地元に住んでる人にとって面白くないところだって何回も言われてね、 ま、実際の名前は変えてるとはいえ、有名な旅館とかが腐さ,されてると、でせっかくご馳走が出てきてもいらないとかね、箸もつけなかったとかね、ええー、ま、あああいうことが書いてあると、もやっとしますよね。ええー、と思いました。じゃあ、ありがとうございました、おい、元気ボックスさん。ええー、ちょっとお待ちくださいね。 はいえー、あ多おい、元気ボックスさん。なるほど。耳ズく通信ですか背景があったんですよ。そう考えると、それは面白いです。あもしよければね、今、リンク貼りますから。まあ、これも続けて読んでいただければ。太宰って俳句が好きっぽいですよね。 梶井イ次郎もなんか俳句入れますよね。ネタに詰まったら俳句を引用すればいいんじゃないですか。それっぽい。<laughs> 歌枕。歌枕、先人の歌枕みたいな。パブリックドメインですよ。それこそが。えー、昔の句を入れて、ちょっとレイヤーを作るっていうかね。まあそういうのができると教養があるってことなんでしょうね。 あの、レイヤーが出て、でできてリズム感が出るとあんまりやりすぎると、嫌みったらしくなりますけどね。ひけらかしてるみたいで。じゃあ、ありがとうございました。センスのいい引用しないといけないですからね、やっぱね。では、続きまして、メルマガ読者、トトさん。佐渡、太宰治む感想文。佐渡は寂しいところだと聞いている。死ぬほど寂しいところだと聞いている。197ページ。 佐藤は気にかかると感じながらも、なぜ佐藤になんか行く気になったのだろうと、旅が面白くないと言い訳のように繰り返していた主人公。私には天国よりも地獄の方が気にかかる。197ページ。余剰に自らの悲壮感を落とし込み、心地よさを感じているように思えた。いつもの自己陶酔であり、自分がかわいそう。なぜいつもこうなんだというものが響いてきた。しかし、旅には確かにその切なさと、切なさ寂しさが完備になる瞬間があると思う。 太宰先生はいつもそんな気持ちの中で行ったり来たりしている。安定しない心の動きが周りの人間の客あしらいにその都度揺れて揺れ動いていた。確かにそんなことあるなと恥の共感多いものの、それほどかっこつけなくてもと思うほどの気取りは周りへの緊張からなのか神経をすり減らしているようないつもの生きづらさを感じてしまった。佐渡の地形がこう、こう、え、えですかね。 の文字を逆さにしたように入り組んでいて、佐渡であるのに別の島があるように見えてしまった時も、この奇跡の大勢の人たちの中で私一人だけが知らない変な事実があるのだ。確かにあるのだ。202ページ。この緊張した昇進ぶりがおかしいのだが、とてもわかる気がした。自分だけが知らないというこの沈黙の恐怖の一瞬、どう考えても間違っていると勘違いを認めたくない思い込み、そんな時は確かにあった気がする。 下船の時、都会人らしい父と娘がいた。父がその佐渡の地形を説明している。その会話にそば耳を立てているところが事実自分にもありそうで、恥をかかぬように、自分の悩みを見透かされないようにしても知りたいという姿にとても思い当たる節があった。太宰先生の魅力のある表現であり、皆が惹かれてしまうのはこういう正直なところなのだといつも感じる。作為的でなければよいのだが、 この無邪気さが何とも言えないが好きかと言われればそうでもない。任をはじめ。佐渡には何もない。あるべきはずはないということはなんぼ愚かな私でも分かっていた。けれども来てみないうちには気がかりなのだ。中略。この人生さ,さえもそんなものだと言えるかもしれない。見てしまった空気を見なかった焦燥、不安。それだけの連続で30、40、50と精一杯アクセク暮らして死ぬるのではなかろうか。私はもうそろそろ佐渡を諦めた。214ページ。 佐渡を諦めたとは、もう右りをつけたということなのか、自分が思っていた通りの佐渡は、もうたくさんだという意味なのか、きっぱりとした思いを、態度を思い計ることはできなかった。ドイツの小説家ワッサーマンの、四重男の一節に、主人公は思いを重ねていた。内心の衝動で旅に出かけたことは、もしその衝動を抑えて旅に出なかったとしたら、それは事故に忠実ではなかった。事故を欺いたように思う。という、 この文章にしなかった悔いを噛みたくないばかりに佐渡へ来たと語っていた。食べ物を無駄にしたくない、食べなければ箸をつけないという実直で律儀な姿もこの作品で初めて知った。心の赴くままの旅、目的もない,目的もないまま、感じたままに旅をするということは、実は旅の奥義を見いだすことなのかもしれない。たくさんの荷物などを持たずに。昔、サイモンとガー・ファンクルの アートガーファンクルが一人日本へやってきた。荷物は歯ブラシだけと。その気ままさがかっこいいなと感じたことが思い出された。終わり。ありがとうございました。太宰の自己陶水。太宰の自己陶水は感じますね。書いてあることにね。自己陶水のユーモアがあるじゃないですか。ご飯を4杯食べたとか。<laughs> な、なんかその、ま、あんと一人語りなわけじゃないですか。まあ、なんか気取ったように見えないようにこう自分を同、同家にしてるんじゃないですか。<laughs> 同家っぽくして見せてるとこに、なんかすごい通す、自己通すを隠すね。なんか、作為を感じますけどね。えー。まあ、それ思いました。で、なんか、なんかいろいろ気にしながら、 まあ、生徒たちと会話したりするのも、あのー、ねなんか感じますね。具体的にどれがどうだって。あとあれ。太宰の作品よくあるあるなんですけど、友達が急に出てくる。えー、北海道に行った時土が違うと思って、それは確かにそうだって言ってくれた友達がいたっていうね。 あとで北海道生まれの友人にそのことを言ったら、その友人は私の直感に敬服し、その通りだ。北海道は津軽海峡によって内地と地質的に分離されているのであって、むしろアジア大陸と地質的な同種であるといろいろな例書をして、詳しく説明してくれた。えー、私は佐藤上陸第一歩においても、その土の踏み心地をこっそり試してみたのであるが、なんということもなかった。この友達って本当にいるのかなって私思っちゃいますもんね。あの前、ほら、 なんかバラを売りに来た人の話があったじゃないですか。<laughs> これギリギリその流れってんな,なんだっけなんて話だったっけえー。全 <laughs> 蔵思うか。全蔵思うの中にね、あの、最後にこのバラはね、いいバラだって言って。私の、友人は私の庭の8本のバラを目につけ、意外な事実を知らせてくれた。これは本当に優秀のバラだというのだって。へへへへ。 友達が急にこれは本物のいいバラだぞって言ってねさ。北海道の土地は津軽海峡から分離されて土地が違うぞ踏んで違うって分かんないさすがだみたいなね。こういうテクニックがね志賀先生はちょっとイラっとくんでしょうね。本当の心じゃないから。あの作為のために友達架空の友達を持ち出すみたいなね <laughs>。このテクニックつまんないテクニックがね。 なんかちょっと、まあ、し、花じらむってことでしょ。このとこはもう志賀軍団がもう絶対太宰許す。まあ太宰の悪い友達って、頭の中にできた、太宰の創作者ね、都合よく作品の中にできて太宰をフォローして、あのバラは優秀なバラだとかね、さすがお前は札幌の土地がわかるとかね、札幌ゃね、北海道土地は違うってさすがだ、みたいな。ああいうのがね、滋賀先生から言うとダメなんでしょう。 細かいこと言うと。皆さんにはどう、どうでもいいと思うかもしれないけど。自己陶水。自己陶水ってことマニピュレーターだ。マニピュレーターって言葉あるんですよ。前なんか雑談で話したけど。マニピュレーターってフライングモンキーって取り巻きがいるって言うんですよ。悪い友達のことフライングモンキーって言うんですよ。あの、誰がなんかやってるとね、SNS にもほら、マニピュレーターとフライングモンキーって関係は見られるわけですよ。だから、発信力のある人のね、まあファンネルとも言いますけども、 なんか誰がかね、腐したようなコメントをすると、お前の方が間違ってるって、このファンがね、あの絡んできたやつを撃退するみたいなこういう構造があるわけじゃないですか。えそれマニュピュレーターは必ずフライングモンキーがいるっていうね、アメリカの心理学者が言うんですけども。嵐が来ると撃退するみたいな。 だざい、その自分の作品の中でやってるわけですよ。なんか都合のいい友達、太宰の利害者をぶってる友達がね、出てきてね、だざいの言ってる、君は確かに警官だみたいなのね、と言うみたいな。ええー、まあそういう構造が何作か読んでくると、まあ俺は太宰のテクニックの一個として、俳句を引用するのと同じぐらい出てくるなと思いますね。ねそういういろいろな、あの、小賢しいテクニックが、 まあ気取りを隠してるね、なんかその、道家っぽい仕草だなぁと思って、なんかそういうのはだんだん手の内が分かってくると、共感性周知っていうかね、やれやれって感じになるかもしれないですね。笑,笑わざるを得ないですけど、そこまで <laughs>、そこまで言う必要もないんでしょうけど。<laughs> えー、そんなことだと、そう読みながら思いました。<laughs> えー ね、この、太宰先生、だから、あの、都会人らしい父と娘がいて、その話を耳、そば耳を立てて聞いてるみたいなねの、なんか映画のワンシーンみたいじゃないですか。かこういうシーンが、あの、まあ自分の内面を見透かされないようにね、そば耳を立ててるてところに共感するわけでしょ。この、トトさん書いてくれた、太宰先生の魅力ある表現であり、みんなが惹かれてしまうのは、こういう正直なところなのだといつも感じる。 作為的でなければ良いのだが、この無邪気さが何とも言えないが、好きかと言われればそうでもない <laughs>。好きかと言われればそうでもないというはいいですね、これね。<laughs> あの、なんかでもやっぱ作為的なわけですよ。なんて本当にこんな親子いたのかみたいなね。ちょっと、まあ、創作じゃねえのかってね。<laughs> アクセントだろうなってね。<laughs> あの、これが好きかと言われればそうでもないって感じなんですよ。ちょっと誇張して書いてんじゃないのってね。感じですよね。えー、ということを思ったんだと思います。そういうところはだんだんちょっと、あの、最初、陶酔し、自己陶酔に一緒に陶酔して読んでなきゃ、読んでればあんまり気にかかんないんだけども、ちょっと一歩引くとね、作為が、作為なんじゃないかなって疑うようになりますよね。 えー、それも言いました、えー。で、何もないけど、見てしまった空気を見なかった、焦燥不安、それだけの連続で、30、40、50と精一杯アクセル暮らして死ぬんじゃないだろうか。他にもね、その、本当は、もっと瀬戸,な瀬戸内に行きたいけど、これ、私のと、まあ、冒頭です頭のとこに。私には天国よりも地獄の方が気にかかる。 関西の法令、瀬戸内海の名備には人から聞いて一応憧れてみるのだが、なぜだかすぐに聞きやしない。佐賀三鶴がまでは行ったが、そっから先は私はいまだに一度も行ってみたことはない。最もっとも年を取ってから行ってみたいと思っている。心に遊びの余裕ができてからゆっくり関西を回ってみたいと思う。今はまだ地獄の方角係が,上がりは気にかかる。まあなんていうか寂しい方向を選んでね、行ってますと、まだその、<laughs> 歴史的にいろいろあるところにね、心の余裕を持って行くまでもありませんってね、言って、地獄の方が気にかかるみたいな感じで、さらにこのドイツ小説家ワッサーマンのね、えー、彼が旅に出ようと思ったのは元より決まった用事のためではなかったとしても、とにかくそれは内心の衝動だったのだ。彼はその衝動を抑制して旅に出なかった時には事故に忠実でなかったように思う。事故を欺いたように思う。 見なかった美しい山水や失われた可能性と希望の思いが彼を悩ます。よし、現存の幸福がいかに大きいとも、そのつが償いがたき喪失の患者は彼に永遠の不安を与える。まあ、あこんなね、小難しい哲学的な、なんか、これ一説を入れて、わ、まあ、わびさびですよ。わびさびの皇帝。佐渡を諦めたっていうのはなんかわびさびの皇帝みたいなものを寂しいところを言って、 わびさびを表現するっていうね、なんかその消極的なところから豊かさを見つめるみたいな、まあ奥の細道的な日本の文芸ですよ。えれ、ー、枯山水的な。<laughs> あのー、これにチャレンジしてんでしょうね。まあ、あの、ほら、<laughs> まあな、まあ日本ロマン派と一緒にね、活動してた時もあるんですよね、これね。 なんか日本の伝統に連なるこのわびさびをね、旅情の中にわびさびを見つけるみたいな。えー、こういうことをほら、ドイツの小説家ワッサーバンなんて人まで引いてきてやってるっていうことですよ。ね、えー、まあこれが気取りといえば気取りでしょうよ。ね。えー、気取りなんですけど、まあそれをいろんな、 文章で何もないっていことをこう、重ねて、それによって何か効果を出したいっていうか、やってチャレンジしてるんじゃないですかね。筆すさびに。筆すさびだと思いますけどね。一生懸命書いてる感じはしないですけど。<laughs> 見立ての良さみたいな。何もないところに見立てからこう、市場を生み出していくみたいな。えー、で、まあ、それなりにうまいみたいな。 滋が軍団から見れば臭い、単なる臭いぶってるって感じなんでしょうけど。ということでした。ありがとうございました。土の感触を言い当てたという自慢。う友達に自分の自慢を言わせるという架空の友達にね。えー、よく言うじゃないですか。みんなあなたのこと嫌いだって言ってるわよ、みたいなね。そのみんなって誰だよっていうね。<laughs> <laughs> みんなあなたのことを許さないって言ってるわよみたいな、わざわざ忠告にしてくるけど、そのみんなが誰と誰と誰なんだかね、わからないフライングモンキー的な仕草ってあるじゃないですか。えー、太宰の文学ってなんかそういうとこあるじゃないですか。<laughs> なんか、絡めてから生えて、何もないことでなんかこう、いろいろ <laughs>、まあ、ま嘘に嘘を重ねてるって嘘に嘘を重ねてるんですけども。<laughs> 何もないところからなんかこうポーズを作ってね、雰囲気出していくっていうか。えー、そういうことですよ。ロバートの秋山のネタみたいなもんですよ。なんかよくわかんねえ。<laughs> 田舎の陶芸家の真似みたいなのやんじゃないですか。なんか芸術家。なんかイベントプロデューサーのモノマネ。誰も見たことないイベントプロデューサーのモノマネみたいなそれに近いです。ザザイのやってること。 滋賀軍団は許さないですよ。やっぱ。<laughs> えー、何が面白いだってなっちゃいます。えー、サビスケさん、日本の随筆とかには俳句の影響とかもあるんでしょうね。うわびさびじゃないですか、やっぱ。あの、は俳句っていうか、その、奥の細道っていうか、その、場所のやったこと自体は、ほら、 宇治原定家の作った古今和歌集的なね、見渡せば、花ももみじも流りきり、秋のまやなんだっけのあ、秋の海辺の、なんかまやの夕暮れみたいなのあるんじゃないですか。何もないってことにこう想像力を足して豊かさを見ていくみたいな、市場を探していくみたいな。まあ禅がそうじゃないですか。禅ってほら、 関係性もなくなったもの、エンプティーネスを見ていくと、何か色々豊かなものがあったけどなくなった寂しさ。花はも,もみじもないっていう、あったけどなくなったっていうか元からないけど、都落ちしてきて何もない、何もなくなった今の境遇の寂しさを、あの、まあ古い家やガーズ飛び込む水の音もそうですよ。水の音がして初めて空間が広がっていくみたいな、ああいう関係性が切れたって、 と見えたところに関係性が豊かにありますみたいな、ああいう文化じゃないですか、日本の文化って。あの、日本の文化って東山文化ですよ。えー、これ俺がほら、文化的な伝統として掘り起こしたのが場所なんじゃないですか。で、それを太宰も好んで使ってたんじゃないですか。えー、あら、 すみません <laughs> 失礼しました。ということでした。<laughs> えーで、ということでした。自身を侍と称して、道う蹴ってる部分もありました。まあ、道う蹴ってますよね、やっぱね。まあ、ちょっと作為っていうか、サービス精神ですよね。志賀先生、サービス精神はな,ないですもん、やっぱ。 直球勝負ですよ。あの、カチンとくればすぐ、カチンときちゃうじゃないですか。おどけて自分の感情を隠そうなんて思わないですよね。じゃあ、ありがとうございました、トトさん。では、続きまして、メルマガ読者、玉井さん。ルルブ、佐渡、鹿版あらすじ、佐渡に行ったけどつまらなかったよ的な話。 読書感想文。セリフがやたら気まじめで面白い。例えばいいか。白米は美味しいね。白米なのである。208ページ。余談。私の佐渡ヶ島旅行。これは自慢になるのかよくわからないが、数年前に私は佐渡ヶ島に行ったことがある。と言うと知人に、へえ、あんな遠いところ、遠いところまでよく行ったね。で、どうだったと聞かれるので、いや、別にこれと言って何もと答えるしかない。なんでかというと、私、それは私がそう思ったからなんだけど、 本書佐渡の語り手の男が、佐渡には何もない。一体何だろうつまらぬ島だ。死ぬほど寂し,寂しいところ。佐渡は生活しています。一言にして語ればそ,それだ。何の興もない。と愚痴っているのと、私もほぼ同意見だからである。私は偏屈極まるゴミ人間なので、旅先で観光はあまりしない。旅行の目的は単なる気分転換である。しかし、 新潟の古町を拠点に2日ほど滞在してそろそろ飽きてきたせいもあってか、ふと、せっかく新潟まで来たんだかだし、朝は佐渡島にでも行ってみるかと思い立ったの私は、何の気なしに佐渡へ向かった。ジェットフォイルで。このジェットフォイルとはジェットという名前からして空でも飛ぶんかいなと思いきや何のことはない高速船であった。で、佐渡にはすぐ着いた。洋津港の近くにあるそこそこ大きめの食堂に入ったら、 なんとそこはカニの味噌汁が無料だった。あのカニはサイズ的にワタリガニではなくてズワイガニだったような気がする。そこの食堂で何の定食を食べたか忘れたけれど、とりあえず食べ終わった私は続いてレンタカーを借りに行った。が、いつもの大手レンタカー屋がなかったので、私個人で経営しているレンタカー屋に入った。オートマよりもマニュアルの方が安いけどどうします。 なんと、このレンタカー屋には丸マ,マ,マニュアル車が置いてあったのである。じゃあ、マニュアルでと久々にマニュアル車を運転して佐渡島を一周したら、合計5回ほど演出をした。なぜかというと、このマニュアル車はクラッチの遊びがほとんどなく、そのため発進とギアチェンジの際に、すごいシビアな足操作を要求されるからである。あの車で二速発進できる者はいないのではないか。で、 島の様子,様子は本書を参照にすればいいから割愛しますけど、強いて言うなら、佐渡は箱庭みたいな島だった。帰りの船はジェットホイールではなく普通の船に乗った。本書佐渡では二等船室で男が毛布にくるまって寝転んだ、う々ぬ的な描写があるが、一方の私は毛布でなく新聞紙にくるまって寝転んだ。もともと毛布が置いてあったであろう棚には、毛布の代わりに古新聞が大量に積まれており、 生まれて初めて新聞紙に頭までくるまって目を閉じてみたけど何ていうか大量の文字の気配をまぶたの向こうに感じたのかなんかもう一睡もできなかった私にとって佐渡はカニ汁が無料でマニュアル車を運転できて新聞紙で寝ることができるハゴニアみたいな島ってことになっているといったことを考えながら過去をたどればこうした新潟旅行の記憶が蘇ってきたのでお伝えした次第である以上終わり ありがとうございました。蟹汁。ズワイガニの蟹汁。私も、佐渡に行ったらね、至る所にイカそうめんが出てくるんですよ。イカが。新鮮なイカをね、細切りにしたイカそうめん。イカをそうめんのように食べるイカそうめんが出てきて、その時はありがたくもなかったんですけど、今イカ高いじゃないですか。イカが高くなってみてから、あのイカそうめんがいかに贅沢なものであったか、今になって思い当たって、もうちょっと、 ありがたく食べれればよかったと思いました。レンタカー屋にマニュアルがあった。私ね、会社の人と言っても、行きからベロペロに酔っ払ってね、なんかもう、フェリーで酒盛りですよ。まあ、上司の人とね、もう年配の人と行ったんですよ。あと先輩10、中ぐらい離れた先輩と。もう酒盛りですよ、ずっと。れもう、<laughs> もう 二時間ぐらいで一生瓶一つ開けましたね。<laughs> ねなんでそね、なんでそんな飲むかっていうと、やることがないから酒ばっか飲むんですよ。あの、会社の人たちが。<laughs> で、私二等船でね、酒盛りして一生瓶を開けたっていうことしか覚えてない、ねそ。それからおけさ船に乗ってから、 おけさ船の記憶がないのは、かなりもう泥酔してたからですね。<laughs> あとは車がないきゃ回れないですよね。あの、割りかしね、広いんでね。マニュアル車を二足から入れるっていうのは大変なことですね。私もマニュアルで免許取ったのに、一回も免許取ってからマニュアルに乗ったことないですからね。<laughs> 運転の仕方忘れちゃってんな、もん。なこと思いましたね。<laughs> 毛布が置いてあった。あれですかねコロナのせいで毛布がなくなったんですかねコロナの頃行ったんだったら、コロナが移るから毛布のサービスがなくなってるかもしれない。だから新聞紙なんですかね私の時は新聞紙じゃなかったですね。まあ確かに一等に、特等一等二等ぐらいに分かれてるのが。二等に行くとただ雑魚寝、ね、毛布を貸して雑魚寝できるんですよ。なんですかよくスーパー銭湯の あの、休む場所みたいになってた確かそんなんだった。<laughs> もう一回、もう一回行きたいかって言うと、あのね、個室もあるんですよ、確かね。一等席と、あと個室か、個室があるんですよ。でもせいぜい2時間なんで乗ってんのね。確か。個室まで、個室で過ごしたいって、ほどのあれでもないのが。まあでも、簡板に出ればね、日本海が見渡せるからね。 そんなこと思い出しましたね。まあ、あと船酔いするほどのアレでもないし。まあ、海がね、荒れてれば船酔いするかもしれないですけど。結構フェリーも大きかった。私もジェットホイールに乗ったのかな。車で行くとなると大変ですね。車を持ち込むと結構お金かかりますね、あれね。ええー、2、3万かかんないですかね。レンタカー借りた方がいいですよね。まあ <laughs>、それだけ <laughs>。玉井さんの、 旅行金に合わせて自分の体験を重ねただけですけど。じゃあありがとうございました、玉井さん。<laughs> えー、じゃあ最後私です。えー、仮初めの遠出なれども。私も取材の旅と称して、先月静岡の沼津と富山の魚津に行ってきた。普段人にも会わず、家でしこしこコンテンツを作ったり、コンテンツのネタ収集のために読書したり、 取りだめた映画やドキュメンタリーなど見たりしてるばかりで刺激の乏しい生活である。何かきっかけを作ってとりあえず出かけないと昼夜逆転したがいく狩猟ばかり増えて不健康なので、眠れず朝までまどろんだ日は、やおら起き上がり、美ジ保の予約を取って高速に乗って思いつきで遠出するのである。引用始め。私はま,まだこんな無駄な旅行などできる身分ではないのだ。家の経済を思えば一線の無駄遣いもできぬはずであるのに、 ついふとした心の弾みからこんなつまらぬ旅行を企てる少しも気が進まないのにふいっと言い出したら必ずそれを意地になって実行するそうしないと誰かに嘘をついたような気がし嫌である負けるような気がし嫌であるバカなことと知りながら実行して後で激烈な解婚の腹痛に転々する何にもならない引い悪いこの太宰の気持ちがよくわかる太宰も佐渡に行ったおかげでこの短編とミミズク通信が生まれたのである 私もウォーズのホテルに予約を取り、朝飯も食わないまま荷物をまとめて車に乗った。高速台がもったいないので下道で小1時間かけて妙高インターチェンジまで行き、そこから高速に乗ったら朝なので霧に巻かれた。上越から日本海沿いにうんざりするほどいくつもトンネルをくぐり、昼前に連大寺サービスエリアまで来た。ふたびれたのでそこで休んだ。昼前、腹が急激に空いてサービスエリアのラーメンを食おうかと迷った。 もう少し我慢すれば美味しい海の幸が食えるのに旅の一食目がラーメンでいいのか自問自一しながらお土産コーナーをぐるぐる回っていたラーメンを食えばおそらく夜まで胃もたれがして食欲がなくなるがそれはさすがにもったいなくないか魚津でホタルイカでも食った方がいいのではないかそんなことをうだうだ考えながら結局豚骨味噌ラーメンを頼んだそれも大盛りでラーメンは大盛りで食べないと気が済まない性分である 煙売機で先に大盛りの券を買ってしまい、あたふたしていたら、後ろに人が並んでいたので先に譲り、それから豚骨味噌ラーメンの券を買った。慌てたので領収書を取るのを忘れた。食べたラーメンを写真、食べたラーメンの写真をツイッターにアップすれば、これは取材費であり、雑費であり、経費扱いである。そこまでするほど納税もしてないが、せこいので領収書をいちいち発見する。今回は領収書を取り忘れて意気消沈後悔したのである。 おじいさんと車椅子のおばあさんと両親と孫の五人連れが券売機の周辺をうろうろしていた。先に買った大盛りの食券の整理番号は143。そればかり見ていたので、豚骨味噌ラーメンの整理券144番を呼ばれても一言だと思っていた。食券を譲った人は先にラーメンを取っていった。はて、遅いなと思って食券を見たら大盛り整理番号を見ていたのに気がついて、重ねていた豚骨味噌ラーメンの本丸の食券が144。 食堂のおばさんを144番を叫ぶように連呼。我、は我がのことかいな。慌てて取りに行くとおじいさんと孫に呼び止められた。携帯を落としましたよ。と、おじいさん。孫も携帯を落としたよとわざわざしゃがんで指差しでダメをし,してくる。あいや。慌ててラーメンを取りに行ったのでポケットから落としたらしい。照れ隠しの不愛想でおじいさんにだけ会釈をして携帯を拾い、拾い。スマホを、ラーメンを取ってそそくたぞ。席に戻った。坊主もありがとな。心の中でつぶやく。 おじいさんと車おじいさんは車椅子のおばあさんのために食器猿を出さずに5人掛けのテーブルの席の開くのを待ってるいるらしい。一人でテーブル席で食ってる人が申し訳ないと思ったのが即攻食って席を譲っていた。さて、豚骨、味噌ラーメン。一口すると豚の匂い。おかしいな。いつもだったらこんな匂い,し,のいのしないのに。睡眠不足で出かけてきたので、嗅覚が敏感になっているのが豚の生々しい匂いがするのである。一口食べて後悔した。 外れた、紅生姜も申し訳程度にしか載ってないし、サービスエリアのアクリル板で囲まれた補色スペースにベ、紅生姜の箱があるわけでもない。調味料置き場にもないだろう。豚臭さをごまかせるものがない。出かけにこれである。この旅の行く先が案じられた。後悔先に立たす。つまらない旅行になりそうだ、と嫌な予感がした。しかし、豚骨味噌ラーメンの豚臭さは半分食ったくらいで消え去り、普通の豚骨味噌ラーメンに変わっていった。 うまくもないがまずくもない値段層の豚骨味噌ラーメンである。大丈夫じゃないか。うん、大丈夫だ。車でちょっと仮眠して、連大寺サービスエリアの緑地帯を散策すると、地元糸井川出身の相馬漁風の石器があった。りそめの遠出なれども許されば旅の心になりに行けるかも。悪い。り。ということでした。感想文にこつけて、旅の思い出をただ書いただけです。 えー、なんか嫌な予感がして、嫌な予感がしたっていう話です。<laughs> 太宰に刺激を受けて書きました、えー。私ね、まあ結局私はもうこれ読んでね、あ、いい短編だなと思いました。なぜかというと、なんかネタを探しに行かなきゃいけないからわざわざ佐渡まで行ったんですよ。で調べればわかること言って、佐渡にそんなネタがないけど、 まあ、ネタがないってことをどれだけうまく書けるかってことを、まあ、分散があったんでしょう。ザざやね。何もなくてもこれだけ書けるっていう感じで、いろいろ、その、ま、あ、ワッサーマンの指示男まで持ち出していろいろ書いてて、ああ、なんか、うまいなぁと,思いましたと思いました。あの、小説が、ま、コンテンツっていう気文を書くのがね、うまいなと思いました。あの、 何もないからこそ、ダザの持ってるテクニックがね、小技がいろいろ使われてて、えー、ああ、こういう風に書いてんのか、という形の、<laughs> なるほどな、と思いました。えー、旅先がつまらなくてもね、自分の些細な心の動きは細かく書けるわけじゃないですか。で、そこになんか何かしらちょっと路上を乗せてね、コンテンツを一個でっちあげることもできるっていう意味では、 やっダザイはね、サービス精神もあるし、あのー、なるほどと思いました。そういう、なんていうか。<laughs> コンテンツ作ってる人間から見ると <laughs>、なるほどと。それなりに何もネタがないところから、それなりに読ませるっていうか、ネタが30点だけど60点に持っていくテクニックがあるんだな、ということを思って、 なるほどと、なるほどと思っただけです。<laughs> ということでした。じゃあ、ありがとうございました。<laughs> えー、ご参加していただいた皆さん、最後にお名前を読み上げさせていただいて、お礼と返させていただきます。主題さん、ありがとうございました。サビスケさん、最近も毎回参加してくれて嬉しいです。ありがとうございます。八王子ひげだるまさんも、ありがとうございます。太宰文学、志賀軍団代表として、 鉄拳制裁していただいてありがとうございます。さくらさんもありがとうございます。ぜひ佐渡に行ってみてください。おい元気ボックスさんありがとうございます。おこ、おこの気持ちはよくわかります。ありがとうございます。まあ、今、今の佐渡はもっと見るところがいっぱいあると思いますよ。あい私最近見たらなんだろう、あの、BS でやってる、なんだっけ、なんかチャリ、自転車で行くやつあるんじゃないですか。誰が出てったっけ、あれ。<laughs> BS と自転車。 だっけえー、日野昌平か。日野昌平がなんか、サド、チャリでこいでんのみたいな気がしますけど。日野昌平が走ってるだけで絵になりますからね。日野昌平ってなんか、ほら、怖いじゃないですか、ちょっと。<laughs> 片気に見えないから。<laughs> それで成立してるみたいな。な <laughs> こと思いました。えー、トットさんもありがとうございました。 えー、好きかと言われればそうでもないって <laughs>、フレーズが <laughs>。ちょっとツボに入りました。ありがとうございます。えー、玉井さんもありがとうございました。えー、来週は、えー、あれです。魔の山の下巻の半分、340ページまでです。私も100ページぐらいまで読みました。ちょっと、ナフタが出てきてから、なまあ、第一次世界大戦の後に書かれたんで、 まあ、第一次世界大戦中から書かれてたんでしょうけども、まあ、なんで戦争が起こったのかですよね。っていうことをナフタと世ンぶりに話してる部分があって、かなりその、歴史的背景を知らないと、えー、オスマン帝国の再建問題とかね、そんなすげえなんかことが書いてあって <laughs>。それまあ、なんか来週できたら解説しますんで、 そこのあの対話の部分が読み解けないと割かし面白くないんで、そのけ、あと、ナフタのやってる啓蒙主義批判みたいなね。啓、え、蒙、ー、主義批判でなんかその、教会が全部、教会の全体主義が人間にとって幸せだみたいな、ファシズムみたいなこと言ってるんで、まあその部分はなんとか、ちょっと私も読んでから、 一、二回解説は入れたいと思います。ちょっとそこが辛い方はね、飛ばして読んでもらっていいと思いますんで、えー、まあ、適度に分かんないところはもう飛ばしてもらって、なんとか読んだっていう既成事実だけ作りたいと。佐渡には行った。トーマスマンの魔の山には登った。既成事実だけ作るっていうのも <laughs>、1回目なんでね。またいずれ2回目、3回目もやるかもしれないんで。えー、1回はまあ、 なんとか目だけ通していってください。ということです。じゃあ、皆さんありがとうございました。いやー、読書って本当に素晴らしいですね。さよなら。さよなら。さよなら。おやすみなさい。